おはようございます。8月29日土曜日です。今朝7時15分過ぎたところです。で、はい、すごく晴れてます。会社休みですごく嬉しいです。ということで、あのテーマの方なんですけども、通過な理由の一つである、なのかなと思います。筋トレは努力と成果が合わない、ここに尽きるのかなと思います。で、成果出るのがどうしてもね、あの数ヶ月後になります。やっぱり1年のスパン見てもらわないと、予定立てていかないと、あ、もうしんどすぎてやめちゃうというところになるのかなと思います。で、じゃあ、あの成果の方をね、あのすごく出したいんだということでね、努力ね、あの例えば1日2時間以上やるんだ、毎日やるんだ、で、これね、あの労力の時間いっぱい費やしたとしても、成果の方ってなかなか、出てこないのかなと思います。で、じゃあ努力の方をね、やっぱちょっとコントロールできるんじゃないかということで、努力の方をうまいこと成果が合うような形で、コントロールすべきかなと思います。ということで、努力の中身ね、何なんだということで、3つぐらいあるのかなと思います。で、1つが、労力ですね、はい、しんどさ、運動量というか、はい、で2つ目が、時間で、3つ目がお金ですね、はい。この中で、成果変えずにあのコントロールできる、のは何だというと、やっぱりあの時間とお金なのかなと思います。ということで、これを時間とお金を減らして、あ、じゃあ成果が見合うんだということになるかなと思います。ということで、じゃあどうすればいいのかというと、やっぱり家トレになるのかなというところです。ということで、はい、家トレしてる皆さん、一緒に長く、ね、あの続けていって、はい、あのボディメイクしていければと思います。ということで、はい、今日胸の日です。いつもより2セット終わっています。すでに汗だくです。で、はい、3セット目、4種目ですね、からやっていきます。ということで、久しぶりにあの腕立てを、はい、メインで、はい、やっていきます。1セット目持ってきました。50回、はい、やっていきます。プッシュアップバー使ってやっていきます。50回できました。1セット目から50回やってるので、そこまで限界じゃないなと、ね、同じ回数できるんで、そういうことになるのかなと思います。はい、で2セット目が手術できます。今度は、はい、連続なんです。サトキンできるだけ使わずに、はい、フライの形で20回やっていきます。続いてまたこのチューブです。今度は、はい、しっかり腕を使ってですね、かなり遠くまで持っていく、つまり大腹筋を絞って、それを意識してやっていきます。3種目目終わりました。で、もう最後です。最後は、はい、前回しなかったリップスやっていこうかなと思います。ちょっと手の角度的にですね、こっち向いてるよりか後ろ向いてた方が手の角度がいいんで、ちょっとやっぱり後ろ向いて、はい、やります。20回目標でやっていきます。
はい、かなり限界です。終わりました。はい、ということで、はい、今日もしっかりプロズドリンク飲んで、しっかりパンプアップしたのかなと思います。はい、今日もね、いろいろ料理であるので、朝からね、飛ばしいろんなことをして、効率よく、元気よくいきたいかなと思います。今日もご視聴いただきありがとうございます。はい、ではまた明日お願いします。以上です。